キャブローの風。月軌道を離れ、無事アーガマは艦隊集結の予定空域へ入った。これ以降は新任の艦長の仕事となる。もうすぐ僕は地球へ降りる。ジャブローへの降下作戦が開始されるからだ。僕は軍人になるつもりはないのに、いつの間にか戦争をさせられている。でも今はこれでいいと思う。ティターンズは許せないし、そう思える事件が起こったから。ファーに会えた。幼馴染のファーに、それとブライトキャプテンにも。月軌道で敵に襲われているテンプテーションを僕とクワトロダイートで救出したからだ。遅くな！テンプテーションにはグリーンオアシスの難民が同乗していた。その中にファーがいた。ファーの母親はティターンズに捕まり、彼女もグリーンオアシスを追われたらしい。マーク2を盗んだ僕と知り合いだからだ。同じ理由で親父とおふくろも殺された。バスクに人質にされ、僕の目の前で。ティターンズめ、私は本日をもってアーガマの艦長に就任したブライトノア大佐である。パイロットはモビルスーツデッキに集合。各自発進準備にかかれ。出撃か。モビルスーツ隊は衛星軌道より発進し、80機に及ぶ大編隊を組み地球へ降下。ジャブローに奇襲攻撃をかける。作戦終了後ガルダを奪い、搭載シャトルでパイロットは空へ脱出。万が一作戦が失敗した場合は地上の同盟組織カラバと接触し、以後の対応に当たる。以上だ。マーク2はフライングアーマーを使用する。大気圏突入時においてもバリューテより数段機動性は上だ。重力下でもこいつのホバーでガンダムの機体は支えられる計算にはなっている。気をつけて行ってこいよ。父親がやられました。左舷モビルスーツ、いやモビルアーマーです。機動性はフライングアーマーの方がある。編隊が固定するまで100式も動け。行け。落ちろ。地球の引力の井戸に引き込まれるのはごめんだ。あとは後続に任す。艦隊の前に出るぞ。チタンズの第二波が入った。間違いありません。右舷上40度、敵のモビルスーツ隊です。3分の2がジャブローに飛び込めばジャブローの制圧は可能だ。切り抜けてくれよ。見えた、ガンダムマック2。焦るなよ、場所が場所だ。重力に引かれるぞ。だからチャンスだって言ったんだろ。そ
そりゃそうだ。ガンダムマーク2は見つけられるのか。ここであったが100年目。俺は神の存在を信じるぜ。カクリコンの仇は取らせてもらう。の方が有利なはずだ。生きているかカミーユ。ポイント203へ集結だ。マーク2は川沿いに下っていけ。
合流しろ。これより基地内へ進行する。妙だな。ジャブローの抵抗はこんなものではない。何があるのだ。おかしいですね。エリア1のビルはほとんどが空です。チタンズはここを引き払ったのではないでしょうか。先行したレコア少尉からも音信不通ですしね。よし、エリア2へ進行する。エリア2もまるで空き家か。レコアさんがいます。何、見たのか。いえ、そんな気が。いた、ガンダムマーク2と新型だ。神優、肩をつける。動けるか、カミー。あと10分でここの核爆弾が爆発をする。連邦軍はすでにここを放棄した。ジャブローは引っ越し中だったんだ。レコーさんを発見しました。それとカイシネンさんという方を救出したんです。よくやった。第一滑走路からガルダが出る。脱出するぞ。カラバのハヤト小林です。ケネディまで誘導します。ケネディ空港は安全なのか。ハヤト小林君、カラバで制圧しておりますから、脱出用のシャトルも2台用意しています。一気に攻める。奴らシャトルで脱出するつもりだ。発進を食い止めて、エウゴのモビルスーツも奪うぞ。貨物用シャトルだ。パイロットたちの乗ったシャトルをやらせるわけにはいかない。カウントダウンは継続しているな。カミーユ、ロベルト、発射までシャトルを援護するぞ。アメリカ大陸を抜けられると思うなよ。10、9、8、7、カウントダウンは
ゴー総員、アウトムラ始動。クアトロ隊、カミユ、ケネディを脱出する。早く乗り移れ。マーク2は届くのか。カミユ、敵を抑え込んでアウドムラに飛び移れ。がいればまだまだ戦える。装備の点検と修理を急ごう。